すいません、千の湖上へ行く前にもう一つやっておきたいことがあって、城下不死教区のここは棺の採地場とつながっているエレベーターですね。ちょっとここからですね、あの北の不死院に戻りたいので、まあ、アイテム回収も含めてちょっとそれをやっていきます。でエレベーターを降りているところで、ここら辺かな、ポイッと次の祭事場の、なんていうの、上のところに落ちることができるんで、ここからね、なんかぴょんぴょんぴょんと、まあいろいろ行けたと思うんだけど、行き方は忘れた。どうすりゃいいんだっけ。あそことかね、アイテム落っこってるんで、ああいうのも回収していきたいですね。とりあえず、裸の方が良さそうかな。宝箱があるね、下に。あれ取りたいな。ローリング。ダメだ。落ちた。まあいいや、取ってこう。最初に取ってもよかったね、これ。機関のコッペン。あ、違う、最初には取れんねんだ。エレベーターが動いてないから。モーニングスターとタリスマン。タリスマンって、しょぼいやつだったよね。ペトルスにかわされたから。ひび割れた赤い瞳のオーブ。これってなんか、侵入できるんだっけ？こんなものか。で、ここから、宝箱がさらにある。お、ロイドのゴフ、ゲット。これ千の古城で確か役立った気がするんだよね。げっ、ガヒコツがいるんだけど、あいつをどう処理すればいいか。回復てか、これ一回ここに来ちゃったら戻れないね。もう一回エレベーターから上に行かないとダメか。じゃあちょっともう一回上に行きましょう。これ下に降りるしかないもんね。ぴょーいと、あとはここの不死院の2階西の鍵ですね。これをゲットして、でそこから行きたいんだけど、戻れるかなこれ。戻れないっぽいぞ。いけるか。このまま階段を登って、さらに階段を上って、お、出た出た出た、ここで丸くなると。丸くなってるとさっきのカラスが来て、北の不死院へ戻してくれますと。ちょっと待ってよ。よし、北の不死院に到着したので、ちょっとここももう少し探索をしていきますか。敵は強くなってんだよね、確か。骸骨兵にあることは変わりないけど。ほら、すげえ減る。ほら、やばいやばいやばい。あ、倒した、大丈夫か。もうエストビンを飲むしかない。で、で、で、あとなんかこっちの方にもいたよね。あれ、どこだっけ？あっちの先か。あれ、どこだ？なんかどっか変なやつがいた気がするんだけど。ああ、そこ、あそこ、あそこ。左、左。やっぱこっちから行くのか。ここ、ここ、ここ。死んでるやつがいる。あったかちょうだい、ふわふわちょうだい。結婚に触れるじゃねえよ。いや邪魔だなこれ、結婚。ここだ。まあいっか。で鍵がかかってたねとこがあったと思うんですけど、そこから先へ行きましょう。ここはそうか、デーモンがいたところか。一旦こっちへ行って、ここのこれどうする。あれ、触れられない。引いて引いて
ほらゴリ押す。あ、敵がいたからか。これしかもさ、触れたらさ、ここブックマークしちゃうよね。しょうがない。あれ、ここなんだ。盾があれば。あ、でここに来るわけか。げっ、黒騎士みたいなやつに切り勝ってる。ゴリ押す。無理。はい、おんだ。ほら逃げろ。よし、もうこれでなんとかするしかない。つえ、赤の塊と黒騎士系はね、黒騎士の装備を落としてくれる時もあるんだけど、まあそれは運だからね、しょうがない。これいっちゃん最初のとこか。あれどっからどう来てんだ。こいつエストビンくれた人だよね、いっちゃん最初の。もう亡者になっちゃってるけど、かわいそうに。俺がとどめをさせてやろう。勝った。待て。りゃっ、完全にゴリ押すからな。りゃっ、振りが遅いけど。リーチはこっちのもんだ。安らかに眠れ、千。紋章の盾。なんかどうしてとか言ってたけどさ、最初ぶっ殺しちゃったから。で、こっから鉄球が起こってきたんだよね。鉄球っていうかこれで、ここに通じてあいつがいて、エストビンくれて、ちょっと回復しよう。で、このまま上に行って、いやー、あ、こいつら片手で大丈夫だな。もうグレートクラブも片手で触れる筋力はあるんで。ほら、ちょっと遅い。くたばれ。で、こっちこっちっすね。で、2体いる。あれ1体しかいなかった気がするんだけど、最初。まあいい、雑魚が一体増えたところでどうということはない。盾が早えな。こう振りが遅いんだよな。でもさ、完全に盾の上からでも抹殺できる。一回回復しよう。で、ここが開くはず。よし。で、何があるかもう忘れた。この先には何があるんだ。あと、そう、主人公が一番最初ね、捕まってたところね、あそこもアイテムがあるはずなんで、錆びた鉄は。あれ、これどこに出んの。あ、これあそこか。あ、ここ行けねえよみたいなこと言ってたとこだ。ちょっと待って、アイテムを、錆びた鉄輪を見たいけど、ここなら大丈夫か。ハベルと狼、両方重要だよね。でも悪い足場に足を取られにくくなる。あ、これあれだ、水辺とかに行った時に、なんだっけ、闇村の最下層の方とかって足場がめっちゃ悪かったじゃないですか。そこだそこ、そういうところでも大丈夫っていう。しまったな、ブックマークしちゃったから機関のコッペンで帰れないな。本当は機関のコッペンで帰りたかったんだけどな、サクッと。で、俺がいたところよ。もう黒騎士いないよね、いたっけ。
あれどっちからどう来たんだっけ。もうマジでびっくりした。でここがこうだからこっちこっちこっち、邪魔だから消そう。あいつらはさらばだ。で下に降りてもう一体黒騎士がいたっけな。暗いな、全然見えねえな。これ足場が悪いっすね。あれどっから来た、ちょ登れねえんだけど。でこっちかいる、なんか気をつけていかないとな。うん、いるね、前方に見えるね。黒騎士系だな。ディアッ、弾かれたか。片手でいこう、片手で2発か。両手にした231。しかしエストビンは回復してる。パーリーできるかな。ほっ、ディアッ、ほんとりゃーパーリー成功。もう一匹ね、そういえばなんだっけ、不死骸のところの塔の上に黒騎士がいたんで、あいつも倒したいっちゃ倒したいな。おかしな人形、オッケー。これはもうちょっと先に行った時に使うアイテムかな。まあ、とりあえずはこんなもんだと思うんで、じゃあまた戻りましょう。このまま千の古城に突っ込んでいきます。グレートクラブね、かなり鍛えて、まあ振りは遅いんだけど攻撃力高いからね、射程も長いし、まあ、これを扱えるかどうかっていうのは俺の力量にかかってるんだけど、俺の力量はそんなにない。ここちょっと分かります、床がボコって出っ張ってんの、これあの罠なんすよね。でトカゲ戦士をおびき寄せて罠にはめるとかなりダメージが通るんで、もうちょっと行かないとダメか。あ、来た来た来た、いつの間にか来てんじゃねえかよ。これでオッケーあいつ避けやがったな。いやー、ただしめちゃくちゃスタミナを削られる。いってー、一発が強すぎるんだけど。いやっ、いやっ、まだ生きてるか。でもこれゴリ押せるんじゃないか。なるべくな、当たりたくないんで。しまった、危ねえ、こっちの方が早い。よーし、エストビンは使いたくない。かといってここで回復しないと死んでしまうからな。この罠を発動できなかったのは痛いね。ちょっと見ていきますか。お、あるね、勇敢な勇者のソウル。こっち側は、まあ、特に何にもないかな。ん、どっから弓矢が発射されたの。まあいいか、上に行きましょう。あー、ギロチンかー、あったねー。上にもアイテムがあって、このギロチンは1個ずつ、あ、今ちょっとパッてなったけど、おー怖い怖い怖い。そう、下にね落っこちるんすよねこれ。で死にはしないんだけど、くさびのデーモンがすんげーいっぱいいるっていう。
ここには何もなし。やっぱね、暗いっていうところがね。うん、今なんか左側からなんか来なかった？魔法撃ってくるやつがいるんだよね、魔法。ほら、いた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 。やつをどうするか。とりあえずここにいれば当たらない。弓矢ロックオンできる、ロックオンできる距離ではない。早いからね、魔法撃つのも。弓を構えてる間にやられちゃいそうなんだよな。だったらグレートクラブ両手持ちにして一気に押し切るか。いて、いって、大王ご利用したな。回復完了。待て、今ちょっとこれ罠だね。でさらにね、ここからねミミックが出てくるんだよね、宝箱に。これ大丈夫かな。ミミックはね、宝箱を見ればなんかちょっとパカパカしてるんですよね。これ大丈夫かな。殴ってみよう、とりあえず。大丈夫だ。お、大かけら、よし。ここも罠だらけなんでね、慎重に行きたいんだけど。一応左右を見渡して、どっちだ。トカゲ戦士このトカゲ戦士なんかあの、あ、岩は一発しか来ない。おりゃ死んでいった。定期的にあれが来るよね、石が。でこっちにも敵がいた気がするんで、一回逃げて、あいつおびき出せないかな。おびき出してさ、岩にはめたい。そういうわけにはいかないか。ははそういうわけにはいったこのまま潰されてくれ。ちょっと時間はかかるかもしれないけど、さあ第2弾来たまだ生きてる。あ、死んだね、かわいそうに。下もなんか行けた気がするんだよな、あの岩が。行ったらちょっと下に行ってみよう。そのまま落っこっちゃ OK。どうどうどう、分からん。うわー落ちそうそのまま何もなさそうだな。あ、こっちに行ける。あれ、なんか前にいる。こいつは死体か、さっき落っこってった。あ、カタリナのジークマイヤーじゃないか。お前こんなとこにいたのか、癒しまあ分かるは分かる。うん、おお、飛行はいつぞやの、再び見えるとは。驚いたぞ、ガハハハハ。もう一回話そう。分かっちまうか、また少し難儀してるんだ。鉄球ゴロゴロ、私はなんとなく太ってる。ゴロゴロが早すぎる。だからここへ座って思案している。まあなんとかなるかもしれないこいつはずっとこういう感じなんだな。転がればもしかして。無理だな、目も回るお前ローリングできないのか。俺はローリングしまくってるぞ。大体3回くらいか。こういうとこってなんか隠し通路的なのはないね。さて、まあ鉄球もな、致命傷を負うってほどじゃないんで。さっき落とされそうになったけど、まあ落ち着いて対処していきましょう。転がってきたら一旦上へ登る。で、安全に行こう、安全に。次の敵、なんだ今、なんか来なかった。死体か。これ、あっち側ってどうなってんの。まあ、いや、ちょっと歩いてる暇はない。で、ここで、こっから上ってどうなってんのさらに気になる。行けるはいける。あ、宝箱。これはどう？宝箱をよく観察しよう。っていうか、ぶん殴ろう。これ大丈夫なんだよね。パカ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 言ってないよね。全然、ちょっと待って。あれがでかすぎてさ、当たんねえんだけど。
まあ大丈夫か。食われるからね。鉄の過去の指輪、あれこれ何、ちょっと効果を見てみよう。一回こっちを外す。ハベル鉄の過去、あー物理耐性が上がるのか。強靭度もな、でも上げときたいんだよね。強靭度って今いくつ ?86、 これ40上がるからね。まあ、ただ強靭度っていうのも当たらなければどうということはない。あそこ下にポコって降りられそうだね。まあいいや、ちょっとそういう危険なことは今してらんないからな。どうなってる、なんかこれすげえ、え罠っぽいんだけど。あ来た、1匹ずつ確実に処理をしていこう。こういう狭いところは、おらおら、2発で倒せない。で、2発で倒せないのが痛い。2発だったらゴリ押してな、いけるんだけど3発は撃てないからな。あ後ろから来てんのか。あっぶんね、あっぶんね。これエストビン飲もう。そういうことね。すごいね、鎧に矢が刺さってる。あとはいってー、ひってー、引かれた。またここまで来なきゃいけないのか。これが意外に辛いんだよね。でやっぱこっから先なんだよね。とりあえず岩にくっついていこう。なんかどっか隠れられるところがあれば隠れたいんだけど、岩にくっついてく。俺のロストした跡があるけど、ちょっと待って、こういうことさやってるとさ、急げ、とにかく急げ。どこだ、ここだ。おお、これってなんか埋まっていかなかったっけ岩で。まあいいや、そんな余裕はない。でこいつ、こいつ多分ミミックっぽくない？そう、あ動いてるね、ほら動いてる、わかる、宝箱がね動いてるんですよ。でこれね、なんかちょっと前に手に入れたロイドのゴフだっけ、これ使うと眠るはずなんだよね。これだ、でロイドの5分にして、どうやって使うの。ほらほらほら、開いた開いた開いた、パカッて開いてアイテムが拾える。雷のスピア、あこれ超強かった気がするんだよね。で問題はこれをどうするか、こいつをどうするか、そもそもの問題、大問題として一発ぶん殴る。ちょ待って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 、もう一回ロイドの5分、眠れ、眠らない、眠らないね、眠らないね。超キモいよねこいつ、マジでキモい。もう一発、よーし倒した。いいセンスしてるよ。ただ罠に注意。でででこれなんだっけ、上に行くやつか。ちょっと一回回復しよう。でね、雷のあれ結構使いやすかった気がする。雷スピア、雷属性がついてるんでね。でグオー回復をしてしまった。いや盾を構えながら攻撃ができる、まあ、スピアのいいところだね。でちょっとだけなんか穴が埋まってないかだけ、穴埋まってたからどうだっていうのがあるんだけど、ほら埋まってる埋まってる。でなんか向こう側に行けないか。これはなんだこいつ、ちってひでえここまで来るんかい。ただ雷のスピアをゲットしたからね、これでトカゲ戦士をチク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 叩こう。あの7000ソウルは回収したいね。ただあ
まあ、ダメージは若干劣るけど、戦いやすくはなったね。一発食らっちゃったけど。あ、ここから矢が発射されてたのか。ダッシュ攻撃は？ダッシュ付きだね。よし、これで狭い道にいるやつもぶっ刺そう。ここ。この2つは突破する。で、一気に突き刺す。で、シカトする。落ちろ。落ちなかったか。いって。魔法攻撃が来た。落っこってったね。OK。で、ここもちょっとダッシュして突くか。よーし、オッケー、戦いやすいね。で、ここもね、なんかあっちに行けた気がするんだけど、ちょっと忘れちゃった。あの、トカゲ戦士が寝てるところ。トカゲが来た。ま、こいつは正直。岩に押しつぶされてもらえればそれで構わない。え、おーおーおーおい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 、エラーになった。なんでだ。ひどくない？こっからになったね。ま、進んでいきましょう。ここもそのままでいいでしょう。ま、ある程度ね、オートセーブがかかるからね、このゲームは。引かれてった。あとはついてついてつきまければなんとかなる。さらばだ。で、ここ、ここはおびき寄せて、なるべくね、罠にはめて倒したいんだよね。よーし、回収完了。さっきの変な敵何だったんだろう、ちっこいやつ。で、あっちに行って、あっちに行くと。これだけ一瞬で取ろう。お、貪欲な金のなんとかの指輪。これは結構いいぞ。経験値が上がるんだっけ。狼外しちゃおう。アイテム発見力か。いや、つけよう。つけたいね。強靭度が下がるけど。ま、騎士の装備つけてれば。で、こっから先はどうなってんだ。次が来る前に死んだ。完全に罠だな。暗すぎるんだよ、とにかく。もうあれ回収できっかな。回収したらって戻らないといけないってことでしょ。9000くらいあったよね。まあいいや、行こう。じゃあ、まあもうこのままこのエレベーター的なやつに乗っていきましょう。向こうはソウルロストしたんで、結局無理だった。回収できなかったよ。で、こっからなんだ、また分かれてるけど、上だけか。左はなんだ、降りられそうな気はするな。まっすぐも行けるね。ここは開けられない。多分ショートカットだな。じゃあ一旦回っていきますか。上か下、あとこう岩が起こってこないかどうかだけ怖いんだよね、いきなり。え、なんだこれ。うん、なんかいた今。あ、ここに岩がある。あ、岩でなんか、あ、岩がどっか行った。
え、今どっちに行った岩と、岩が落っこってきて、ここにいたらとりあえず安全。あ、あっちに押し出してんのか。これ変えればいいんだな。じゃあどう、これで。あっちに行ったね。であっちに行ったことにより岩がどうなるかなんだよな。こっから上に行けますね。またあれがあるな、矢が。ちょっと怖い。でこっちはもともと岩が来てたところ。みんなここで死んでんのか。すげえ、血痕の跡が半端じゃねえな、やっぱり。うわ、すごいすごいすごい、みんな死んでる。あれ、ここあれじゃん、下ってきたところだよ。あ、こっから来たんだよ。なるほどなるほど、そういうことか。ああやって岩が定期的にこっちに落とされてこうなってるわけね。でここは普通に死にそう。この先秘密あり。嘘つけそんなもんねえよ。じゃあ一旦こっちに行こう。あ、ここあれだ、こっから落とされてたんだ。なるほどなるほど。ってことはだよ、あっちに行かざるを得ない。これレバーを操作してたトカゲがきっといたんだな。じゃあもう一回ちょっとこれを、あ、こっち側じゃない、こっち側じゃない。いや待てよ、これであっち行くよね。岩がこっちに行ったことによりなんか道が開通してないか。ここら辺のドアがぶち破られたとか、なんかわかんねえけど、こっち行けそうだな。降りてしまった、降りちゃったけど、あ、そうそうそう、ここにあいつがいたんだよ。でここの扉ぶち破ったんだ。よしよしよし、こいつ寝てたやつですね、寝てたやつ。でさらに話しかける。まともな人とは珍しいことだ。ローガン、見ての通り囚われの身、解放してくれぬか。ただの老人。え、なんだ、礼もできぬけど知識と魔術伝授しよう。もう飽き飽き。メッセージ、このはずだき謎の生き物あり。メッセージじゃなくて開く。え、万能鍵で開けんの。てかじゃあ鍵見つけてなかったってことじゃん。ちょっとさ、これさ、助かった。このまま旅を続けるのもいいけど、一旦祭事場に戻ろう。声をかけてくれ。魔術を享受しよう。ということで、多分これで大丈夫かな。 OK。 万能鍵がなかったらどうなってたんだ。ここも万能鍵で開けるね。万能鍵一番、これ大丈夫。おお、英雄のソウル。なんか落ちそうで怖いんだけど。下なんかやっぱりいる。まあいいや、こっち側とか。あ、もう確実にあれだね、死ぬ地域だね。絶景とかここにポイントを記したいけど、まあいいや。なんかどっかからショートカットができたような気がするんだけど、この中に入ってさ、開けられるところ、ここは、あ、開けられる、万能鍵で入って、入って、入って終わり。ここは別になんてことはない。ここは降りられない。こっちも全然違うね。でローガンがいるところ、ここは万能鍵、何にもない。一個一個全部調べよう。何もない。ってことは何もねえな。なんもない。ここは壊れてる。ここも開けても、そもそも開けられない。でこっちから来たから、え、どっちだっけ。ん、どう来たんだっけ。こう来たんだ。で今岩どっちに動いてる。
ここら辺は敵は排除したはず。ここに来てる岩、いや、いないな、いなそうだな。このまま上に行こう。どっちに放り投げられてる？こっちか。ちょ、こっちにしとこう。これが多分一番安全だよね。あそこに落ちるから。であと問題はここなんだよな。どうやっていくか。ささっ、おう、大丈夫？床には気をつけていかないとね。暗いからね、罠がいまいち分かんない。またこれ系か。これはね、おお、びっくりした。敵がいるのが、うわ怖え。今の通り思いっきりがいいんだよ、思いっきりが。スッと。これってさ、バックスタップ取れんの？取れなそう。無理やりつく。オッケー。お、死体はさる体験だ。こいつは持ってんじゃねえかよ。アイテム発見力が結構上がってるからね。わっ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 、マジか！あ、びっくりした！え？どこまで落ちんのこれ。やべえ！どこだよこれ。え、マジでわかんねえ。わかんねえとこに出てきちった。ただ敵がいるかっち。いや、敵？あれ、わかんない。トカゲ戦士がわけわかんねえと思うの。こいつ、突っかかってんじゃん。かわいそうに。さようなら。いや、まだ生きてる。まずはアイテムを返して。え、静かに眠る竜印の指輪、それ何？一回これ外そう。音を完全に消す。あー、なるほどね。うーん、2つしか装備できないからな。ハベルはな。でもやっぱりハベル外して騎士系が装備できるかどうかだよね。ここで死んでるな。とにかくもう下に降りないとダメか、これは。あとはどっちに落ちるかだな。いや、これ最初の方まで落とされんぞ。いや、ここか。あそこで俺がロストして死んだとこだな。ちょっと待て、エスト遅かった。どこだか分かんねえところで信じたかんな。まあいっか、いろいろアイテムは手に入ったし。いや、こんなとこマジで無理でしょう。落とされちゃったけどさ、やつが引っかかるところで。こっち来れる？いや、来れそうだな。弓でなんとかするしかねえか。よーし、とりあえず倒したー。拾いに行こう。これゲットして、デーモンのくさび。あと、こいつも倒したいんだけどなー。つっついたら動いてくるかなー。魔法だけだったらなんとかなんだけどなー。勇敢な勇者のソウル。これはサイズ。斧か。斧っていうか、鎌か。
よ、処刑。だいぶ矢を使ったけど、なんとか倒したな。デーモンのくさび。デーモン武器ってでも、どうなの？あんまり使ってる記憶がないんだけど、ここだ。その前に、アイテムを取りたいけど、もうないか。で、階段と。だいぶ長かったな。この先秘密あり。マジで死んでるよこの人。おお、これ取ろう。高名な騎士の装備。さらに上行ける。え、すげえ上に出てっけ。あいつがいるじゃん。石巨人、石巨人っていうか石を投げつけてる巨人。ジャンプが有効。本当かよ。あいつどこまで来る。ちょっと怖い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 。帰ってった。いるね。いるけど帰ってってはいるね。仕方するのが一番いいんだろうな。ジャンプが横って本当ここジャンプできんの。嘘くせえ。行って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 っていうか怖え怖え怖え。あ、ダメージどんくらい取ってんだか分かんねえし。ケツにぶっ刺そう。ケツ掘りケツ掘り。いや全然減ってねえじゃねえかよ。ちょっと逃げよう。ここはてか逃げられなくね。今のうちになんとかしろってこと。ヒットポイントいくつだよ。ちょっと分かんねえな。はい逃げる。こっちに寄せて、あとはダッシュで逃げ切る。いや待て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 。疲れろ。疲れない。頭が良くなっている強靭のくせに。あ、これ疲れるやつ。全然疲れねえやつだった。あ、これだ、疲れるやつ。あ、痛いけど俺も攻撃チャンス逃さん。回復しよう。痛いけどこのターンでなんとか倒した。5000。くさび石の塊いいね。え、ガチでここからどうすんの。これ登れないよね。だってえ、ここ行けないよね。変なとこに出てきたけどさ、これだけこいつを倒すっていう目的だけ。ジャンプが有効とか絶対死ぬだろこんなの。これは多分これだけなんだな。まあ、くさび石の塊はかなり貴重なんで、まあ、それでもよしとしよう。さーっと、よし降りてきた。これどこだ。結局ここに降りてくるんかい。
あれ今さらに上に行けなかった？ちょっともう一個上に行けそうだな。一回ここで上がってきてさらに上。ひでえ超トラップだそういうことね。早く行かないと刺さっちゃうよっていう。これはさらに押してこっちにしとこう。あの上にどうやってメッセージ書いたんだ、すげえでカチッささっと、はい、オッケー。どこで死んだんだっけ俺。死んだっていうか落ちたっていうか。ここはね多分切ればね大丈夫、一発でいける。でこいつと戦闘してからだ。こいつと戦闘してうわーなんかこっち行ったみたいなあれになったんだよね。もうちょっと広いとこ、くるくる回れるところがいい。おけつを取りたい。こいつもケツを取れるからな。であそこにも魔術師みたいなのがいるね。ちょっと待ってね、アイテムが最優先。あ敵がいる。もうちょっと後ろ行かないとケツを取れない。あケツ取ったいやソウルすげえ溜まってるわー。大かけら、あれ大かけら今何個だった、ちょっとわかんねえ、わかんねえけどそれなりに手に入ったよね。でさっきあっち行って多分怒っちゃったから、こいつは雑魚、魔術師系のこいつね。大したことはないって言って油断してるとやられるからな。左に注意、なるほどやつか。ありがたいね、ここでみんな死んでったんだなきっと。ここは駆け抜けよう。じゃあ多少のダメージはもうしょうがない。ジャンプ無理だー、これは確実に死んだ。ガーよーし回収完了、オッケー。ただここさちゃんと確実に倒そう。で魔法対弓、で絶対負けんだけど、あいつどこにいんの。ダークレースいたね、そういえばあった、あのサインが。26じゃちょっと弓矢がなくなるな、攻撃をすらんねえかな。いや多少のダメージ覚悟でいくか。来て来て同じ感じ、すげえすげえ無残な死に方したな。これさここまで戻ってくるのが大変なんだよね。もう何回もロストしたし、あいつを本当にどうするかだな。どこにいるのこれ。こっからだと一段下に下がっちゃうからやっぱり全然別のところにいるんだな。この上とか、そうだなこの上とかにいるやつだな。どうやってやり過ごすか、まあ、突っ走っていくのが一番いいんだろうけど、全部装備外していっちゃん速いやつでいく。いてー3発は耐えられる。
よし突破した。あとあいつをぶっ殺すだけ。なんだこれ、ちょっと危なくねえかこれ。一応恨みがあるから倒しておこう。はい、しこのやんとー、オッケー、恨みは晴らした。とりあえずで、ここにこれがある。いや、ここまた落ちそう。あ、これね。オッケー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 。で、どこにつながる。あー、外か。どっちへどう行けばいいんだ。岩とかなんか投げつけてきたやつがいた気がするんだよな。この黒ずんでるとことか。ほらほらほら、いって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 、ダメージはそんなではないけど、炎にも判定があるね。炎が引いた瞬間、うわ怖え。ここには来る？来ないっつって。この下ってそうだよね、あったよね。行こう、かがり火。オッケー、ようやくここでブックマークかけられる。頑張れよ。あそこにメッセージをやっておいてもよかったかもね。ここだみたいな。でどこに打つの。あ、でここに来んのか。あれ、全然違うとこにいる。なんかさっきあんなやついたっけ、巨人。黒ずんでるところが、あの鉄球が起こってくると、オッケー、こいついんのかよ。なんだっけ、バルデスの騎士みたいなやつ。いや、これはあれだな、ガードされたからだ。段差があって戦いづらいね。またパリー取れそうな気もするんだよな。全然ダメだった。回復ポイントあるからちょっとエストを使ってこう。あともう少し確実に。いいね。お、バルデルシリーズを2つ手に入れた。これは発見力が上がってるからかな。死んでる人がいる、かわいそうに。あいつをぶっ倒せば。パーリー取りてえな。これ無理だな。痛い、スタミナが削られてる。やっぱ確実にチクチクいこう。一発ずつ、ほい、オッケー。で、これは大丈夫？最近も怪しいのばっかりだからな。大丈夫だね。あー、これは炎に強くなる指輪かな、名前的に。あれ？で、どこへ行けばいいんだ？え？マジでどこだ？こっち？ジャンプが有効とか。また嘘っぽい。あ、さっきのところ落ちないでこっちへ行けばいいんだ。ここもでもあれだね、大かけら手に入れたけど。こっちの方とかも行けそう。なんかいるな。いや、ボツすぎる。タワーシールドみたいなの持ってんな。火力で攻めてきてるな。こういうやつはなるべく後ろを取って。後ろ取れる？後ろは取れない。大振りだね。 OK。 まあごつい割には強くなかったな。お、アイテム
大かけら。これは降りるとどこへ行く？ここで死んでる人がいるな。狭いところだ。うお、レイピア系に持ち替えた。素早いね。しかし弓など、超素早いんだけどこいつ。やばい、相打ちになる。これは一回回復しよう。素早い系の方が嫌だ俺的には。パーリーしてくるよ。よーし、4000。おお、リカールの差し剣。リカールだったのあいつ。リカールって誰って感じだけど。お、メッセージがある。すごい宝の予感。その前にちゃんと確認しよう。殴る、殴る、オッケー。尊い犠牲の指輪、これなんだっけ。女神の祝福。女神の祝福は単純に回復できるんだよね。エストビンと違ってなくなっちゃうんだけど、エストビンとは別に持ったまんまにできると。あー、死んだ時何も失われず呪いも無効化し壊れる。そういうことね。こういうのって結局さ、使わないからさ、溜まっていく一方なんだよね。指輪の装備枠を一つ消耗してまで使うかって言われたら、やっぱり微妙なところがあるからね。で、こっち側だね。ここも駆け抜けていこう。で、向こう側行けるんだけど、どうしよう。一旦この先にもかがり火があった気がするんだけど、ちょっと待ってね、あいつもいる。こっちは、これショートカットじゃなかったっけ。鍵がかかっている。いやー、鍵取ってないとか、マジで万能鍵じゃダメ。いや、鍵取ってないか。どこだ鍵、全然わからん。すげえショックだわ。いや、開けないんだよね。上に行ってみる。上は上でなんかごっつい投げてくるやつがいた気がするんだけど、こういう狭いところとか嫌だよね。まあ、狭いって言ってもこのくらいであれば。おお、すげえ見晴らしだ。弱点は雷。いや、雷武器はあるけど、これで戦っていけるか。これこっちは何にもない、単なる爪状的なやつ。太陽万歳。ソラールがいるかな。で、こっちボスなんだよね。アイアンゴーレムみたいなやつだった気がする。お、鉄球が。おっおっ、待って待って待って、ケツケツ、踏まれた。踏まれたら2発で終わるかこれ。いてー、2発で終わったー。ただブックマーク先からいけるからな。これあっち側ってかさ、弓で枯れないかな。足の外した。てか22本しかないからな。ここに狙ってくるのか。無理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 、ここ狙ってくるんかい。
上からか。そうだね、さっきのやつだね。完全に罠だな。ロストしたね。が落っこって、このよくわかんないところにスナイパークロス。ここは怖いんだよな、なんか狙い撃ちにされないか。あ、あいつがいる。落下攻撃。ゴリ押す。オッケー。お、バルデルの兜。バルデルシリーズどうなんだろう。これ結局戻されたよね。さっきのところもうちょっと慎重にジャンプするべきだった。いや、ただアイテム回収にはなったから、それは良かったかな。使うかどうかは別として。じゃ、鍵がないんだよね。鍵が怖い。ちょっとこっち側からジャンピングしていこう。オッケー。で、避難する。話しかける。なんだお前は。不死だな。無謀にも千の古城に挑んだ俺や、あの慣れの果てと同じだ。確信した。過信したか、己の力を。だが言っても信じまい。したいんだろう。わらがきを協力してやる。売ってやるよ。アイテムを買う。黒い火炎壺、緑化層。ああ、スタミナ回復速度上げるのか、いいね。所持数があるってことは売ってくれる数が決まってるんだな。グレートソード、グレートアックス、バルデル、あ、バルデルシールド、これ持ってるね。矢が欲しいんだったら全然買えねえ。いや、10本買っとこう。どうせロストするんだ。あ、カタリナシリーズ売ってんじゃん、玉ねぎくん。鋼鉄重そうだな。ただやっぱり指輪、雷耐性と魔法防御。じゃあせいぜい上がるんだな。でもさ、ここでさ、ソウルをさ交換してもさ、こいつ使い道ないよね。お前と話すことなど何もない。引いて、で下に行けるんで、ちょっと下に行ってみよう。何が起こるか分かんないから、盾は構えながら歩いていく。長っ。こいつだけか。であれば大したことはない。さらばだ。でアイテム、あー、ここに鍵が起こってんのね。オッケーオッケー、先にこっち寄っといてよかったな。さっきは寄ってなかったからさ、鍵がなかったんだけど。ダークレイスいたんだ。ダークレイスのシステムがよくわかんない。てか、ダークレイスでいいのかどうかわかんないけど、墓王の眷属か。墓王の眷属システムがよくわかんねえんだよな。と、しまったあとこっちにもいたね、こいつ。狭い。パーリーができそうだな。あー、でもなんか持ち替えたな、刺す方に。何、パーリー狙ってみる。おらおら、あれ全然ダメだった。パーリーはできたけど、ゲエストのんでやる。させんよ隙を見せたな。この先悲しみあり。どういうこと、何にもないってこと、悲しみ、何もありませんっていうことか。確かにこれは悲しいな。
ちょっと死体邪魔死体蹴り。あでここでいけるね。よし、これでショートカット開通。ちょっと待ってあいついるんだけど。さよなら。あれこれでもさ、あそっかそっか、向こうが上に行ったね。上っていうか下に行ったね。でここから、またあの狭いところに行きますか。アヒアンゴーレムが今一瞬見えたな。あれあいつ間違いテイスト飲んでしまった。所詮こいつさ雑魚だもんね。2発、弱点は雷って書いてあるけど、まずあの上のやつなんとかしてんだよなこいつ。見てここでも殴られんの。疲れてる。ほらほらで逃げよう。デストビン飲んで暴れてろや。ここでまだ疲れる攻撃しよう。疲れる攻撃これだ。めちゃくちゃだけどクレートスタッフ取った方がいいかな。3ターンくらい必要だね。待て、確実にこれなんか当たってんだろよーし塊。あそこにボスがいる。あれここら辺って鏡なかったっけ。いちいち向こう通過してこないといけないのか。ちょっとめんどくさいな。喜びの予感。弱点は雷。あっちも別に鏡とかなかったからな。これちょっと一応調べてみる。太陽万歳か。よし、じゃあ一回ちょっとそのまま行きましょう。なんかうまくいけば落とせんだよね。衝撃波はこの岩に当てて、あとはちょっとこっちの方に。攻撃はしとこう。潰された。あ落ちた、俺が落ちたダメージも全然通らないね。こっからか。どうする、ちょっと一回御用達の、俺の御用達どこだ。グレートクラブ、久々にこれで行こう。すべてを叩き潰す。あそっか、であそこ上のやつ倒したから岩が降ってこないんだけど、弓矢が足りないよね。弓矢が足りなくて狙撃ができない多分。こっから
この巨人はもう一回倒せばいなくなるんで。こっから狙えないのかね。ほい、パーツ。これなんなの。お、かけらゲット。これマジでこっから狙えないかな。全然ダメだな。いや無理だ、さすがに無理だよな。じゃあどうする。これでちょっと普通に戦ってみよう。もう落とすとかちょっと考えないで、あの装束でも回収したい。この衝撃波をまずここに当てる。これはもう鉄板パターンとして、で股をくぐる、回収する。126、踏まれた1回踏まれると3回踏まれるわ。ダメだ。ここまで来るのはね、多分死なないんで、人間性一つ使ってソラールさんでも召喚しますか。人間性は8個。そしてグレートクラブで行く。間違えた。しまった、人間性使ったはいいけど、あもうあそこ段差になってるから戻れねえじゃねえかよ。使ったはいいけど生身に戻ってねえわ。あ、人間性しかも1つ増えてるし。すげえもったいねえな。回収をしたいね、でも。やっぱりこっちなんかロックしない方がいいんじゃないか。よしよし、落ちねえかな。2発攻撃するのはちょっとまずいね。ちょっと距離を取って。当たった。当たったか。ちょっともう一回人間性を使って、でこれで生身に戻んなきゃいけねえんだよ。しっかり忘れてた、人間性を使えば生身に戻ると勘違いしていた。サインがいっぱいあってどれがどれだか分かんねえし。のの普通の人、ちょ待って、多すぎだろ例によって。どれかソラールさんがいた気がする。あれなんか落としてる。おお、かけら。ちょっと上とかにあるんだっけ。たまにね、なんか外れたところにあったりするんだけど、そういう感じではない。ローリングでこの弾壊せるっていうのも、あそこにサインがあるね。ここにはなさそう。降りよう。これ全部違うかな。違うっていうか普通の人かな。あー全然違うところに出てたな。一般人だったか。これも多分一般人かな。タルカス。あれこっちそうだよね。こっち召喚しよう。ソラールさんとかいなかったっけ。ソラールは黄金のあれになってるはずだから。違う違う違う。
Amazon.com とか。これも一般の人。これもさっき新しく出たからね。タルカスだけ、まあ、正直タルカスだけでいいか。わかんない。これでいきます。いや、すごい。例によって俺はまずあれを回収したいんだよ。股をくぐってタルカス、あとなんとかしてくれ。ほら、おお、なんかすげえ減ってる気がする。タルカス君の攻撃、あ、掴まれた。死ぬなよ。別に掴まれてもいいけど死ぬなよ。くそー、タルカス、なんとかしてください。俺は回復をする。足踏みさえ食らわなければな。よいしょ。足踏みが来るときはあいつ何やった。ロックオンをしない方がやっぱりやりやすい。いける。誰かさ、捕まった。お前の死は無駄にしない。まだ全然死なないけどさ。ほい。いや、きつかった、きつかったけれども、まあ助っ人ね、一人呼び寄せるだけで全然違うんで。じゃあこの光の輪を調べると多分次の場所へ行くと思いますので、じゃあ今回はボスを倒したということでこれで終了して、次回、この光の輪を触って、次のところへ行きたいと思います。アノールロンドですね。じゃあ今回はこれで終了します。プレイ時間はだいぶ長いけど動画としてはまた1時間くらいで終わるのかな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。